最後の曲になるんですけど、またねこうやっていろいろ緊急事態宣言も解除されて、たくさんイベントが増えてくるので、私もね歌える機会を増やしていきたいなと思うし、本当に頑張っていきたいなと思ってるので、またぜひね歌聴きに来てくれると嬉しいなと思います。出演情報の方は、Twitter とか公式サイトがあるので、ぜひぜひチェックしてください。ようやくね、暗い、長い暗闇だったけど、光がやっと見えてきて、なんかこう、ライブなんて、イベントなんて、音楽なんてみたいな雰囲気がね、一時期はすごく強くって、なんか寂しいなって私もすごい思ったんですよ。やっぱり私もシンガーとしてもうあるけど、音楽好きとしてたくさん音楽聴いてきたし、音楽にたくさん救われてきたことがあって、だからなんやろな、少なくとも私にとって今までの人生音楽が全てやったし、音楽の力って絶対あると思うんです。だからこれからの時代どうなっていくかはちょっとねまだみんな見えてないけど、でも時代に合った音楽の発信の仕方で広げていけたらいいなと思うし、私だけじゃなくって皆さんお仕事とかさ、なる趣味やったりとかさ、いろいろやってると思うけど、なる、まあ、自分のためだけにやってるとか、お金のためにやってるとか、いろいろあると思うんやけど、でもそれが誰かの希望になってたりとか目標になってたりとか、絶対そういう人いるから、だからね、明日からまた、明日じゃないな、今日からかな、でもまあ日曜やから明日からいっか明日からまた引き続き頑張っていきましょう。それではラストソング聴いてください。まだ終わらない未来。